さて、Something's Missing という歌、あるいは Something's Missing in My Life という歌を取り上げます。これはカレン・カーペンターがソロで歌ったソロアルバムの中で歌っているものです。これは1979年に、作ったもので、カレンがね、だから29歳の時に作ったもので、でその後リチャード・カーペンターがちょっと反対してね、ちょっとカレンが生きてる間は発表しなかった。そしてカレン・カーペンターが死んだ後に、このまま放っておくのは忍びないと思って、リチャード・カーペンターが発表し直した歌ですね。歌詞の意味と日本語訳、そして文法についてちょっと触れたいと思います。この歌最初に聞いた時、ほんのね2週間ぐらい前かな、初めて聞いた時、キャロン・カーペンターがあのソロで歌った歌はね、10曲ぐらいあるんですけど、どれ聞いてもね全然良くないなと思ったんですよ僕ね。ところが今日もう一遍聞いてみたら、いいじゃないか結構と思ってね、そのなんていうのかな、もともとキャロンが生きていた時にリチャード・カーペンターのお墨付きでちゃんと発表したものももちろん素晴らしいんですけども、それとはまた別の味なんですね。全然違う味なんですよ。で全然別のものだから、別の作風のものだから、リチャード・カーペンターはこれは全然キャロン・カーペンターのせっかくの美しい声の良さが生きていない、曲が悪いって言ってね、メロディーが悪すぎるとか言って、それで反対したんですよね。でもね、結構ファンがいるんですよね。キャロン・カーペンターが死んだ後で発表されて、でファンの人たちは、いい曲じゃないかって言ってみんなね言うんですよ。で僕はねちょっとあまり良くないなと思ったんですよね。ところがもう一遍聞いてみるとすごくいいからうわすごいうわすごいなと思いましたですね。ちょっと曲その伴奏のね、例えばギターの曲もなんか心の琴線の振る、なんかこそばいいような曲なんですよね。くすぐったくなるような、なんとも言えない、微妙な味わいがあります。さて、で、リズムはちょっと難しくって、っていうか、あんまりたくさん何回も聴いてないから、まだね、まだ2曲、2回ぐらいしか聴いてないから、ちょっとメロディー覚えてません。申し訳ないけど。でまあ、とてもいい曲ですから、YouTube でまあ、聴いてみてください。5:52 a.m. I'm awake ね、もう5時52分だからかなり早いですね。でこの人普段何時に起きる人か分かりませんけどもね、この人っていうのはキャロン・カーペンター自身じゃないですよ。これを書いた人、あるいはそのこれこの詩の中に登場人物として想定されている主人公がね、普段は何時まで起きてる人かし、寝てる人で人が知りませんけど、ともかくね早く目が覚めちゃったんですよ。 5:52 a.m. I'm awake、 私は起きてると。どうやら全然寝られなかった、あそうそう、この後で全然寝られなかったんだと言ってるんですよね。 And thinking about my life、 自分の越し方行く末についてずっと考えてる、私の人生について考えてると。 thinking ng、で about とはならずに thinking apostrophe about ね、apostrophe about となってますね。これはリズムを合わせるためにこうする必要があったわけですね。でまあちょっと崩した発音で thinking about っていうふうに発音する人もいるんですよね。でそういうようなちょっとした、まあ、一種の方言みたいな一部の人の発音、ちょっと雑な発音を使ってリズムを合わせるためにわざとこういうような発音するときあるんですよね。で、5:53、これから1分経ってますね。5:53 I can see は何を I can see なのか、 I can see I won't sleep a wink tonight でいうことでしょうね、多分。一晩中一睡もできしないままで終わりそうだということが今わかるということですよね、多分ね。
だから結局朝あ夜10時ぐらいからか12時からか知りませんけど全然寝られなかったんですよね。で仮に例えば7時8時まで、ね、普段は寝る人だとしても全然寝られなかったんですよね今まで。でスリーパーウィンクですから、あの一回でも眠れば目を一遍閉じますよね。だからそれをウィンクするっていうような言い方をするんですよね。で一回のウィンクを眠る、だから一睡するってことですよね。一睡もできないというような言い方をするときにね、こんな言い方をしますよね。で 6am ついにこれから7分経って 6am になってしまった。 6am Where's my pen? ペンどこかしら。ペンどこに行ったのかな。 I might as well get up and write a song. もうこれだったらね、もう起きてもいいかなって。もうこんな状況だったらもう起きてもいいかなって。起きて、そして、歌でも作詞してもいいかなというような感じね。 Might as well というのはね、積極的にこうしたいっていうんじゃなくて、もうなんかどっちでもいいけども、まあどうせ、ね、寝られないのに寝転んでるぐらいだったらもう起きてもいいかなというような感じね。 Might as well というのは、さてこれについてねちょっと復習しておきます。 Might as well Might as well, may as well. 同じような意味だそうですけどね。で、これは、これはどういう意味か。それについては、いつものこの辞書ね、Merriam-Webster's Advanced Learner's English Dictionary を調べると、見てみると、こんな風に書いてあります。この言い方は、こんなような意味だと。Something should be done or accepted because it cannot be avoided or because there is no good reason not to do it. すなわちね、これどういう意味かというとね、これをした方がいい、受け入れた方がいい、なんでかっていうと、避けること、これやらないわけにはいかないし、あるいはやらない理由、ちゃんと、やらないでいるちゃんとした理由もないし、だからまあやろうかというような感じで、ね、直接的にぜひやりたい、あ、楽しいからこれやりたい、とかね、やらなきゃいけないと思うからやりたい、やろうと、いうような感じじゃない。積極的にやろうという気持ち、熱意が感じられない。まあしてもいいかな。別にやらないでいる理由もないし、というような感じね。A 時点ではそのように書いてあるんですけども、英和時点でジニアス英和を見ると、ね、1番、してもしない場合と同じぐらいにいいというのが本来の意味だと書いています。なるほどと思いましたね。ここら辺はさすがジニアスですね。すなわちね、might as well, may as well, as well というのは、as well as なんとかでしょ、本来は。as well as なんとかですよ。それから、may as well, あるいは、might as well do something,As do something else ですよ。何々のことをするのと同じぐらいよく、よくっていうか、何々するのと同じぐらいに、何々する方がいいというのね。ちょっと待てよ。ごめんなさい。何々するのと同じぐらい、何々することに意味があるっていうかね。意味があるっておかしいか。なんでや。これね、そうそうそう、同じぐらいいいと。May as well, あるいは might as well do something as do something else ですよ。何々するのと同じくらいに良いのだと。これすることはということになりますね。As well as なんとかですからね。だからこんな、してもしない場合と同じぐらいにいいというのが本来の意味になるわけですよね。で、2番目。そこからね、何々するのは何々するのと同じだと。
何々するくらいなら何々する方がいいなというような、あんまりね乗り気じゃないけど。それから3番目として、他にいい考えもないのでしてもいいなと、あれしても差し支えないかなと。だから結局ね、あまり熱意がないわけです。ぜひともこうしようとかいうような感じじゃなくて、しないのとするのと考えてみたら、まあしてもいいかなはずです。しない理由、しないでいる理由もあんまりないし、でだからこそ今回はね、寝られないから、どうせ寝られないんだったらね、起きてもいいかなというような感じで Might as well 使ってるわけですよね。ごめんなさい。Where's my pen? I might as well get up and write a song でしょ、ね、どうせ寝られないんですよ。寝られないんだったら、じゃあ起きてもいいかな、起きて作詞でもすればいいかなっていうのがし、ぜひとも起きたいっていうわけじゃないんですよね。どうせ寝られないんだし、じゃあ起きてもいいかな、してもいいかなっていうような感じね。で、and try to、この I might as well からつながってますね。and try to work out。work out は、まあなんだ、トレーニングするというか、フィットネス体操をするというかね、痩せるための体操とかいろいろありますよね。腹筋とかいろいろ。そういうちょっとしたエクササイズをする、ちょっとしたトレーニングを しようとするだから、こう特にあの何トレーニングする気分ではないかもしれない、体がもうちょっとなんかだらーっとしてるかもしれないけど、まあトレーニングしようとして、まあ、うまくいかないかもしれないけども、まあやってみようかなというような感じね。してみようとするだけでもやってみようと、というわけで。ところでね、ここ、キャロリン・カーペンターの発音を聞いてるとね、前にも何回も言いましたけども、I という発音がね、Right の I とかね、Try の I、I というのが、極めて標準的な I という発音じゃなくて、I に近いんですよね。あの、キャロリン・カーペンター、キャロリンの発音はよくそうなります。歌の中で、少なくとも歌の中では。ちょっとキャロリンのね、あのインタビューではどうかなと思ってインタビュー一生懸命聞いたんですけどね、あんまりちょっとインタビュー結構早いしね、で、あの内容をかけてるとインタビューでどういうことを言ってるのかなってずっと聞いてたら、特にこの愛をどういうふうに言ってるかっていうのはとこまで僕ちょっと気が回らなかったですからね、あのキャロリンのインタビュー聞いてもちょっとよくわかりませんでした。まあともかくね、少なくとも歌はゆっくり言ってるからね、よくわかるんですよね。Right っていうのを Right と言わずに Rat、 Rat っていうのに近く発音、I じゃなくて A に近く発音するときがよくあるんですよね。 Try も Try に近い、 Right も Try、 Rat、 Rat に近く発音してました。ここ少なくともこことここはね、まあ聞いてみてください。で、 I might as well get up and write a song に近いんですよ。And try to work out という風に発音してましたね。で、why、 この場合は why って発音してるかな。 why にしてもね、別の歌では why じゃなくてね、 why に近く発音してますね。別の歌ではですよ。 And hurting each other という歌ね、そこでは why って発音してますね。 why じゃなくてね、それはあの普段からそればっかりでやってるんじゃなくて、少なくともここではそういう具合に発音したら綺麗だと感じたんでしょうね、おそらくね。だから、と発音してるんでしょうね。I じゃなくてね。で、why then everything seems right? ごめんなさい。why when ですよね。why when everything seems right? なぜあらゆるものがちゃんとしているように思われるときに、なぜで、なぜ、もうぺなぜって言っててね、これなくても構わないんだけどね、when 何何何何、why 何何何何でもいいかもしれないけども、まあ、リズムを合わせるっていうか、ね、ために why をもうぺ言ってるんですよね。あるいは why comma、when everything seems right comma、do I feel so alone って言ってもいいんですよね。
あるいはこの why を消して when everything seems right, comma, why do I feel so alone? でもいいはずですよね。だから結局あらゆるものがちゃんとしてるように思われるときに、なんで私はこんなにまで寂しいと感じるのかなということですよね。寂しい歌なんですよね、一人で。全く一人で今暮らしてるみたいです。一応女性だと一応相当しておきます。まあ、ビデオ、YouTube 上のビデオを見ても、青い画面でね、若い女性が一人で暮らしてて、で、なんで私こんなに寂しいのかなというふうに言っている歌だということがわかるんですけどね。少なくともそのビデオではですよ。この歌が必ず本当にそういう意味だとして解釈しなければならないわけじゃないけども、あのビデオを作った人はこの歌を聞いて、ああいうイメージ、ああいうビデオを作りたかったんでしょうね。で、次ちょっと待ってね。で、 Something missing、ね、in my lifeこれは something is missing in my life と解釈してもいいでしょうけども、 something missing in my life ということで、 something that is missing in my life と、待てよ、うん、この is とか何もなくて後ろから後置修飾してると考えてもいいんですけどね。私の人生の中で欠けている何かと考えてもいいしね。あるいは何かが私の人生の中で欠けていると。is があるものと考えて、something being missing in my life という感じの分子構文みたいなものだと考えてもいいかもしれませんね。でも普通の小説だったら something is missing in my life と言ってピリオドにするでしょうね。ここではそんなことしたらリズム壊れるから something missing in my life と書かざるを得なかった。だから something is があると思ってちょっと訳してみると、何かが私の人生に欠けている、足りないと。 Could it be you? question mark ね、という感じでしょうね。 Could it be you? もしかしてそれはあなたであり得るだろうか。もしかしてそれって足りないのはあなたが足りないのかな、ね。Could it be you and me? あなたと私、この二人が足りないのかな。 It とは何かって言われたら Something missing in my life ですよね。 Something's 今度は is という意味のアポストロフィー S がありますね。 Something's missing in my life、 何かがね、私の人生の中で足りない、欠けている。Oh, come on, be right where I need you to be. で、ピリオドでしょうね、ここで。Oh, ここに来てね。で、これは be 動詞をくっつけて、これは命令形ですよね。Right where I need you to be. 私があなたを、あなたにいてほしいっていうか、私があなたにいてほしいというふうに訳しておきますね。この need は want と同じような意味だと一応解釈しておきます。I want you to be という感じですね。私があなたにいてほしいと思う、まさにその場所にいてくれと。だからね、ここに来てね、私があなたにいてほしいって思う、そのまさにその場所に来てくれ、来てほしいんだと。で、for all my life。これはね、このまま見ると、私の人生すべてのためにっていうふうに解釈したくなるけどもね、それだったら、そういうふうに無理やり解釈することもできるのかもしれませんけども、僕はこれはね、for all my life、for all プラス名詞という形で、ね、まあ、辞書にもありますけども、In spite of my life という意味、For all my life というのは、In spite of my life という意味ね、私の人生にもかかわらず、
私の人生にも関わらずってどういう意味かって言ったら、私の人生はこんな感じだけど、ね、でもここに来てくれという意味だと僕は解釈します。フォローなんとかってよく出てきますよね。例えば、まあ、前回の歌にも出てきましたけど、フォローなんとかね、例えばフォロー、何だったっけな、前回の歌では何て出てきたかな、フォロー I know ね、フォロー I know、よくわからないけどっていうような意味ね。For all, for all I know ね。For all I know、それは言い換えれば But I don't know という意味ですよね。例えば、It may be good It may be なんとかっていうの、その前回のビデオで、そのセリフを忘れましたけどね。 It may be good とか It may be なんとかFor all I know という、そんな感じですよ。ね。そんな感じで使うんですよ。それはいいものかもしれないけども、よくわからないっていうときにね。That may be good for all I know というんですよね。だから、That may be good, but I don't know という意味で、But I don't know の代わりに、For all I know というんですよね。それと同じように、For all I care という言い方もあるって説明したでしょ、前回のビデオでね。例えば、どういうふうに使うかな。You can do this or that for all I know ね。君はね、これしたりあれしたりしたらいいじゃないか。まあ、俺にとってはどうでもいいけどね。とね。For all I care、for all I know じゃなくて for all I care ね。You can do this or that or whatever for all I know と、ごめんなさい。For all I care と。なんかどうでもいいけどね。I don't care if you do this or that or whatever という意味ですね。そういう意味で、I don't care という意味で、for all I care という意味ですよね。だってそういうぐらいに言うんですよ。For all ですから、for all plus 名詞という形で、まあ、辞書を見てください。そういう例文がダーッと出てきますから。ね。そういうような決まり文句があるところを見ると、私の人生すべてのためにと解釈するのはちょっと苦しいんじゃないかと思います。For all my life で私の人生にもかかわらず、で私の人生にもかかわらずってちょっと変な感じするかもしれません。でもね、これは私の人生はこんな感じだけど、すなわち、あなたにとっては気に食わないかもしれない。大事、これ後で出てきますけど、この人は気に入らないから出て行ってしまったわけですよ。多分ね。そうじゃなかったら出てきますよね。気に入らないっていうか、まあいろんな形で愛も覚めたとかね。ともかく何らかの形で相手に満足できなくなったから、だから出て行ったんですよ。多分まあ男の人が出て行ったんですよ。ですから、for all my life というのはね、in spite of my life。In spite of the fact that my life is this way、ね、Although my life is this way ということですよ。私の人生はこんな感じだけど、ね、あなたとって気に入らないものかもしれないけど、でも戻ってきてね、ここにいてくれ、いてください、いてちょうだいよということですね。で、All my life と続くわけです。次、次はですね、ちょっと待ってごめんなさいね、3で4ね、Got my house、 I got my house ということですね。私はね、家を買ったんだと、手に入れたんだと。だから多分立派な家を買ったんでしょうね。 I gotA house とは言わずに I got my house と言ってますね。こんな言い方よくありますよね。日本語的に考えたらこれ前をつけるのなんか変な感じするんですけどね。こういう言い方よくありますね。I got my house、 家を買ったと、この家も買ったし、この家も買ったことだしって、そういうような日本語だったらこの家も買ったことだしとかね。 I got my fancy car、日本語だったらあの綺麗なかっこいい車も買ったことだし、この家も買ったことだし、あの
綺麗な車も買ったことだしというような日本語だったらこのとかあのって言うそうですね。ですから I got this house, I got that fancy car っていうふうに英語で言いたくなりますね。そんな時にね、よく英語でこの my って言うんですよね。これは慣れるしかないですね。こんな風な、こんな時にこんな風に所有格の所有格が来るとね、なんか日本語的に考えるとおかしいんですけどね。これは慣れていって、だんだんこういうような英語で自分で喋ったりする時でもこういう風に言えるようにならないといけないんですけどね。だから一応この家も買ったことだし、あの綺麗なかっこいい車も買ったことだしって訳しておきますね。Everything's going like I found so far. I planned so far. あらゆるものがね、順調にいってるというか、あらゆるものが進んでいるんだと。どのように ?as と言ってもいいですね。like、like 主語動詞という言い方はよく口語的なんですよね。むしろ、文章体だったら as 主語動詞なんですよね。これ文章的で、口語ではよく like 主語動詞というふうに出てきますね。これがこうであるようにということです。私が今までのところ、何だったっけ、計画した通りにあらゆるものが進んでいると。全て私の 今のところね、この今のところっていうのはね、実は going にかかるんでしょうね。今のところ計画したじゃないですね。今のところは進んでいる。だからね、本当は everything has been going so far like I planned と言うべきでしょうね、本当は。うん、と思います。それをちょっと変えてるんですよね。まあ、あのリズムを整えるために、今のところ私はあのもともと計画してた通りになってると。で、But something's not there。 あの、でも何かがここにはないんだと。ここにって、not here って言いたいます、なりますよね。あの、日本語的に発想すると、ね、何かがここには欠けてるって言いたくなるから、だから here なんじゃないかって、なんで there なのって、日本語的には思っちゃうけども、こういうのはよくありますね。ちょっと英語の発想と日本語の発想はちょっとちゃうんですよね。that should be there。そこにあるべきものがそこにはないということですよね。何かここになきゃいけないものが足りないというふうな感じね。I gotta find it somewhere. I gotta は I have got to。 I have got to が I've got to に変わって、 I got to に変わって、さらに I gotta に変わったんですけども、しなきゃいけない。 Find it somewhere。それをね、それすなわち足りないもの、その足りないものをどこかで見つけなきゃいけない。なんか足りないものがあるんだけど、それをどこかで見つけなきゃいけない。それはやっぱりあなたかな、と。なんだろう、あなたが足りないのかな、あなたがここにないといけないのかな。Since the day you left my sideI've torn myself apart. ごめんなさい、そうだね。Since the day you left my side, I've torn myself apart. Period. という感じですね。あなたがこの私のそばを離れた日以来、私はこれこれこうしてきた。現在完了。私は私自身を引き裂いてきた。これ私自身を引き裂くという言い方して、引き裂く、あの tear something というのはバリバリって破ることですよね。バリバリと引き裂くという、引き剥がすという感じで、 tear something あるいは tear somebody apart。本来はバリバリと引き裂く、それをだんだんね、あの比喩的に使って、例えば誰かを
誰かの心をかき乱すとかね、そういう意味にもなっていくわけですね。この場合はそうですね、私は私自身の心を引き裂いた、あるいはかき乱して、かき乱してきたんだと、そのあなたがその私のそばを離れてからね、私があなたが私のそばを離れてからはね、私は意訳すると、私は心が引き裂かれたままなんだと、という感じかな。自分の心を引き裂いてきたんだ。まあちょっと僕うまい訳はまあ適当に考えてください。そんな感じですわ。直訳すると、私は私自身の心を引き裂いてきた、あなたが私の元を離れた日以来ということですね。さて、 tear myself apart という言い方をちょっとここで辞書で引いておきますね。そうすると、いつもの通りさっきのこの辞書を見ると、この辞書好きなんですけどね。っていうか、少なくとも日常的な表現、例えばこんな歌なんかはね、こんな歌とか普通の軽い小説なんかだったら、もうこれで全部ね、これが主にこれを主に使ってもいいんじゃないかという気がしますね。これ日常的な言い回しはに強いですね、これはね。特にアメリカの表現はね。さて、 tear apart というとね、 tear something apart という言い方を使うんです。で、多動詞的に使うんですけどね。1. To completely destroy something by tearing it into pieces ね。バリバリと引き裂いて、バラバラにビリビリにね、ちぎってビリビリに、細切れにね、ビリビリにすることによって完全に壊してしまうというか、破ってしまうとか、引き裂いてしまうというね、ビリビリに。だからこれをね、これを、はい、この紙をビリ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 って、まあ粉々にね、10個の破片じゃなくて10個の紙切れになってしまうぐらいまでビリ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 とするようなね、そんな感じ。そういうことをするっていうんですね。引き裂く、引き裂いてバリバリにする。そっからね、それが本来の意味。そっからね、こういうように比喩的に To cause someone to feel confused, upset and so on, especially about making a choice or decision ね。ともかく要はなんていうの、誰かをね、まあなんていうのかな、心を引き裂くというか、なんていうかな、辛い思いをさせるというか、まあ心を引き裂く、うん、そんな感じで、tear apart、心を引き裂くというような意味でね、使ってる映画がありますね。ちょっと古い、60年ぐらい前の1950年代の、ちょっと前のビデオでも紹介しましたけど、tear apart をジェームズ・ディーンがね、使ってるシーンがありますね。ジェームズ・ディーン、これをちょっと書いておきますね。有名なジェームズ・ディーン。ね、それが、何だったかな、ちょっと待ってくださいよ。Rebel without a cause。Rebel without a cause。ね。理由なき反抗と訳されてるんですけどね。直訳すると、理由なき、原因なき、反抗者、反抗する人、反抗する子供、ね、理由なく反抗する少年とかいう意味ですよ。ジェームズ・ディーンがね、まあ、思春期の、思春期って、まあ、17、18ぐらいの少年としてね、おそらくハイスクールに行っているような少年として、親にいろいろと反抗する物語だったと思うんですけどね、よくわかりません。よく覚えてません。内容ね。で、その中でね、まあ、YouTube でも、探したら出てきました、そういうビデオクリップがね。
親の上でガミ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 、大人たちがわわわわ言ってるんですよね、ガミ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 って。で、間に立ったあのジェームズ・ディーンがね、子供なんですけどね、子供っていうか、その親の子供ですよ、子供であるジェームズ・ディーンがね、You are tearing me apart! って言って、あの、言うんですよね。あんたたち親がね、なんかでもぐちゃぐちゃ言ってたら、僕は、俺はもう心が引き裂かれて、もうイライラするよとかね、そんな感じですね。それが、You are tearing me apart! って言ってましたね。もう、感情を込めてね。そういう、You are tearing me apart! って打ち込んで、YouTube にね。そして、Rebel without a cause! って。これね、あるいは、ジェームズ・ディーンとか言って、打ち込んで、打ち込んだら出てきますわ、そういうクリップ、ほんの1分ぐらいのビデオクリップがね、出てきますわ。で、そのまさに僕が言ってる You're tearing me apart って言ってるシーンが出てきますから、見てください。なんかあの有名な映画のね、有名な映画のタイトルとか有名な映画に出てくる役者の名前書いてね、YouTube の箱の中に、ね、書いて、そして例えばそのセリフをね、ちょこちょこちょこっと、そのセリフの破片でもいいからちょこちょこっと書いたら、ほんでパッと出てきますよ、1分か2分のビデオの、あのビデオクリップ、その部分だけが、1分か2分だけがポッと出てきますわ。あの出てきて必ず出てくるわけじゃないですよ、あの、そういうようなものを投稿してくれてる人がいろいろいるんですよね、有名なセリフ、例えばロバート・デ・ニーロ、あるいはアルパチーノ、あるいはその他、ね、メロル・ストリープとかね、いろいろいろんな役者がそれぞれ有名な映画で有名なセリフを言ってるでしょ。ほんなら、あ、この有名なセリフ言ってるシーン、ビデオで、あの YouTube で出てるかなと思ったら、その有名なセリフをちょこちょこっと、あの一部でもいいから打ち込んだらいいんです。ただし、あのあれ、綴りを間違えないように書かない、言いませんけどね、綴りは間違えすぎると、少しくらい間違ってもいいけど、間違えすぎると出てこないからね。それからできれば、その役者の名前できれば、あの映画のタイトル、それからあの有名なセリフの一部をね、ちょこちょこっと入れたらボワッと出ますよ。僕はよくそういうふうにして探してね、で人に紹介するんですけどね、こんなセリフがあるけども、これはこういう意味ですとか言って説明するときに使うんですけどね、そういう YouTube の場面をね、もちろんその映画を見て、あのこういうセリフがこの映画にはあったなということを覚えてるから、それが探し出せるんですけどね、しかも英語のセリフを覚えておかないといけませんけどね、大体でいいからというわけで、ね、マイレスウェアでしょ、違いますね、for all my life でしょ、で、I've told myself、 だから あなたが私の元を去って以来ね、私は心が引きちぎられてきたっていうか、まあそんな感じ、and I still can't decide、 そして私は依然として、心に決めることができないんだ。 decide ってのは何かを決めるだけじゃなくて、何かを判断するとかいう風な意味合いになるときありますけどね、is it you? あ、decide でしょ、 decide の後に本当だったら普通は間接疑問みたいな感じだから、間接疑問っていうか、これなんていうかな、decide の後だから、I still can't decide whether it is you I need or you really hurt my pride と書かないといけないはずなんですよ。普通の硬い英文だったら、硬いっていうかね、きちんとした英文というか、きちんとした書き言葉だったらね。例えば、I asked you whether you were a teacher とかね。そういうように whether とか使いますよね。それと同じように、I can't decide whether 仕事をしならないといけませんよね。ところが、
I still can't decide is it you なんとかかんとか or did you なんとかという言い方もするんですよね。こういうような英文もありますね。これはあまり行儀の英語では行儀のいい英語ではないので、僕ら外国人はあんまりやたらに真似しない方がいいんですけど、英語ネイティブはちょっと気楽な英文ではこういう風な書き方よくしますよね。メール、友達の同士のメールとか、あるいは会話帳の文章とかね、で会話をそのまま書き起こしたような感じのシナリオ、映画のシナリオとかね、軽い小説の中のとがきっていうか説明書きとかね、そういうような小説の文章とかで、ね、よくこんな言い方出てくる。絶対に論文とかちょっとお堅い文章の中では出てきませんよ。I still だから例えばの話 ask であってもいいんですよ。 I asked you I asked her was it youI need or did she なんとかとかね、なんかこうまるでこれの後にね whether の代わりに is it 何々とか is this 例えば I asked you is this a pen or is it a pencil とかいうような書き方するんですよ。書き方だけじゃなくてこういう喋り方するんですよね。だからこの場合は依然として私はね、心に決められない、あるいは判断できないんだと。それは何を判断できないかというと、私が必要なのはあなたか、それともあなたが本当は私のプライドを傷つけたのか、どっちかなのか判断が未だにできないのよということですね。だから、もしもじゃない。それでいいですね。こういう書き方があるということです。こういう書き方、そしてこういう喋り方があるということです。映画のセリフなんかも全部こんな風に言うでしょうね。さてと、次いきます。Something is missing in my life。何かが私の人生の中で欠けている、何かが私の人生の中に人生にはないんだと。で、Baby it's you、 あ、ごめんなさい、さっきのね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってくださいね。今までの中でね、なんかこう韻を踏んだりしてるところを指摘するの忘れました。ここには韻を踏んでるところはないですね。で、ね、これ。ね、これ。You and me, me, be, be と、なんとなく韻を踏んでますね。これとこれは同じ単語だからいいとしても、me と be ね。これ韻を踏んでますね。rhyme。それから、my life, my life。で、my life と、これ、my life、全く同じものが3つも重なってますけども、ここだけじゃなくて、My Life はしょっちゅう出てきますね。この映画の中、映画じゃない。この歌の中でね。こういう繰り返しによって、ね、単調になってしまう場合もあるけども、これが効果的に繰り返されることによって、効果を持つ場合もありますね。それから、次のところでは、Car, Fancy Car, So Far, R, R.Car, far, rhyming してますね。じゃあ there, there, where, ね、somewhere. There, there, somewhere. これ、rhyming してますね。それから、by my side, decide, pride. これ、あれ、rhyming してますね。というわけで、次。これが終わったのか。Did you really hurt my pride? こう。どこですね。次。Something's missing in my life. Maybe it's you. 何かが私の人生に欠けている。Maybe it's you. あなたっていうか、ね、恋人に対する、元恋人かもしれないけど、恋人に対して、あなたが欠けているんだった。Maybe it's you
that's missing in my life ってことですよね。Maybe it's you and me. Maybe it's you and me that are missing in my life ってことですよね。で、baby と maybe がこれね、引用してますね。ライミングしてます。My life, my life. これ重なってますね。でまた my life とあって。こういうふうに同じことを繰り返して単調になる場合もあるけども、効果的である場合もありますね。それから、me, me, me 全く同じものをこういうふうに3回も重ねている。これもまた独特の、効果を持ってるでしょうね。で次、if you're what's missing in my life, then, これね、if 何々、コマ、then baby come to me、これでまあ、ピリオドにしてもいいですかね。もしあなたこそが私の人生の中で欠けているものであるとしたならば、それならば、if 何々、then 何々々々、ね。if 主語動詞、コマ、then 主語動詞、ピリオドという言い方がよくありますね。だからこそコンピューターの世界では、if then、if then 文だったかね、if then という言い方ありますね。コンピューターの、IT に詳しい人、コンピューターの世界でよくあるでしょ、 if then なんとかというような。コンピューターのプログラミング前言語の中で if then というセンテンスがあるんですよね。それと同じようにね、もし何々ならば、それならばこうだということで、then がなくてもいいんですけどね。昔は割と律儀に if 何々 then 何々って昔は書いてたみたいですね。言ってたみたいです。それが現代ではあんまりこっちの then を使わなくなった。でもね、現代でも if がずーっと長くて、でどこまでが if の後がどこまで続くのかわからなくて、わからないって、どこにピリオドをつけるとしたらどこをつけるかわからないときにね、then をつけてね、ああ、then がついてるから、その直前でこの if の説が切れてるなと。ね。if 主語動詞がここまでだなと。そして次は、これは帰結説っていうのかな。もしそうならば、もしこれこれならば、これこれであるというのは then の後なんですよね。ということははっきり分かる。だから、電をつけると、はっきり分かるんですよ。どこからどこまでで切れてるかがね。で、ここでは、リズムを整えるために、わざと電を使ってるというわけなんですけども、電を使ってもいいわけですね。電を使った方が、はっきり分かるわけです。だから、現代でも、時々使われるんですけどね。長い文の場合は特に。さて、あなたこそが私の人生に、かけているとしたならば、それならば、ベイビー、あなた、来てくれと。これは命令形ですよね。私のところに来てくれと。ね、私の人生にかけているものがあなたなんだったら、私のところに来てちょうだいよ。Come feel the need in me。命令形ですね。命令文ですね。私の心の中にある、この必要性を感じてくれと。こっちに来て、そして感じてくれと。だから、come to feel でもいいし、come and feel でもいいですね。どっちでもいいですね。そういう意味で、and も to も省いた言い方が時々ありますね。go get it。go and get it。go to get it という代わりに、go get it という言い方はよくアメリカ人がしますよね。go get it。Go find it. Go fetch it. って言うかもしれない。ちょっと僕そこまではしません。ともかく、go の後にすぐ動詞をくっつけてね。Go get it って言ったりしますね。Come feel なんとかっていう言い方もするんでしょうね。僕はよく知りませんけど。で、これを見たときは、come and feel. Come to feel という意味なんだと思えばいいんですよね。For all my life. In spite of my life.、すなわち、although my life is this way.Although you may not feel completely comfortable with my life とかそんな感じでしょうね。私のね、
心と心の中にねの必要性を感じてくれ、私の人生はこんな感じだけど、直訳すると私の人生は人生にもかかわらずということですけどね。というわけで、だから私の人生はこんな感じだけど、でもここへ私のところに戻ってきてくれということですよね。 For all my life というのはそういう意味だと僕は解釈しています。というわけで、一応これで終わりました。あとは、まあ、この歌は繰り返されるわけですけどね、 Refrain 繰り返するんですけどね。さて、そういうわけで今回は Something's Missing in My Life というカレン・カーペンターがソロで歌った歌、ソロアルバムの中に出てきたもの、1979年29歳の時にカレンが歌ったものでした。カレンが死んだ後で発表されたんですね。というわけで、とてもこれね、最初聞いた時はね、本当にあんまり良くないと思ったんですけど、なんかそのうちに2回聞いてると、なんか3回ぐらい聞いたかな、3回ぐらい聴いてみると、もうなんか忘れられなくなりましたですね、これ。うわー、いい歌だなぁと思うようになりました。たわいない歌でもあるんですけどね。でも、なんていうのかなぁ。あの、伴奏もいいですね、本当に。心をくすぐるというのか、心のひだを裏側からくすぐるというような感じ。くすぐったいからやめてくれって、くすぐるっていうのかな。なんかこう、心の、裏側にあるひだの辛い部分をなんかこうくすぐられるような、引っかかれるような、なんかちょっと辛いからちょっとやめてくれるそういうようなね、でも気持ちいいなというような、そんな感じがする。その歌の文句も、キャランの歌声も、それからテレレレンテンテテンテンテンというね、あのギターのつまびく音もね、全部そんな感じ。ついでにビデオ、青いブルーのビデオで、女性がね、若い女性が一人で寂しそうにあのベッドで寝ながら、この歌の背景として、そういう寂しそうな女の人が出てくる、その場面も全部いいですよ。ぜひ見てください。